グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、パリ・サンジェルマン、PSG へ移籍することがのうになったとも報じられていた、インテルの、モッコ代表 DF はクラフ派君だが、チェルシー、本気で獲得に動こうとしているのかもしれい。イタリア、スカイなど、複数メディアが伝え、いる。今シーズンのチェルシーはダゾーンで、 いつでも子でも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、ハキは、レアルマドリードから、ボルシアドル、ムントへ、レンタルされて大きく成長した、昨年夏に、インテルへ完全移籍。攻撃的右サイ、バックとして、セリエ A で37試合に出場して7得点10、シストを記録し、インテルの11年ぶりのリーグ、勝ちに大きく貢献した。 しかしインテルは選手、売却して、遺跡市場で黒字を出す必要に迫ら、手折、ハキミを加入1年で放出する、可能性も、上、PSG への遺跡に向けた交渉が大詰めに入って、ルトも報じられていた。だが、ハキミの代理人、あるアレハンドロ・カマノ氏は、この報道を、ただし、PSG との間で交渉は何もない、契約条件につって、 フランスのクラブと合意しているという伴い。彼はインテルでハッピーだと FC インル1 9 0 8にコメントしている。PSG ではないとすれば、渡る先はチェルシーとなる可能性もあるのかも、れない。チェルシーはインテルとの交渉を開けし、PSG が提示したと噂されたオファーと同額の赤金6000万ユーロ。 約80億2000円を提示したとも報じらっている。インテルは PSG とチェルシーからのこの示せ額に満足せず、吐き見に8000万ユーロ、約107億円と値段をつけているという見方もある。一方、インテルは、チェルシーのイタリア代表 DFM、ソンパルミエリとデンマーク代表 DF& アスクリステン戦に関心を示し、両選手、 含める形での交渉に乗り気であるとも伝えれている。